はい、どうもカッパ院長です。じゃあね、また吉村知事の話いきましょうか。今度はなんかね、上海電力系の話じゃないらしいんですよ。夫婦別姓ですかね。だからもういよいよあれですね、正体隠さなくなりましたね。だってこの選択的夫婦別姓をしてる人間はさ、日本のこの戸籍制度を廃止ね、この破壊して、日本破壊をこの目論んでるやつらじゃないですか。っていうのはもう結構バレて ずいぶん経ちますけど、いまだにこんなこと言ってるわけですからね。しかも別にこの戸籍をどうにかしよう、どうこうしようと考えてるわけではないみたいな、なんかしれーっとそんな言い訳までこいてるんで、こいつ。うん。いやーもういよいよ維新は、やっぱりこの反日政党のね、うん、そういう奴らの集まりだっていう、そういうことですよね。だって我々日本生まれ日本育ちの日本国民にとって何のメリットもないじゃないですか。選択的夫婦別姓なんて。ね。うん。いやー、これでも大阪ではやっぱり維新押す人まだまだたくさんいたりするんですかね。うん。で、選択的夫婦別姓ね、吉村知事は賛成だそうです。はい、もうこの時点でまあ答え合わせですけどね、確認作業ですけど、もうアウトですよ。アウトね、アウトアウト。うん。で、旧姓の法的効力付与も有効だってで、大阪府の吉村知事が30日、府議会本会議で選択的夫婦別姓について選択権が認められるべき、と述べて、ね、賛成の立場を示したと。だからそれは別にね、好きに選べばいいんですけどね、それをこの法制度化する理由が分かんないですよね。で、旧姓にこの法的効力を与えるのも実質的な選択的夫婦別姓として一定の有効な考え方だと評価、国政での幅広い議論を呼びかけたと。で、まあ、吉村知事は、子供の姓の決め方に関しても、事前の制度設計で、ね、当事者間の混乱を回避できるため、選択的夫婦別姓導入への支障はないと強調。で、夫婦と子供が一つの戸籍に入る現行の戸籍制度に言及。選択的夫婦別姓の導入により、制度の廃止議論に発展する可能性がある、と警鐘を鳴らしたが、これはあのね、自民党の西野さんっていう、西野府議、西野さんがこの知事に質問をして、そのやり取りの中でこういう話が知事の方から出てきたんですよね。で、まあ、西野さんがね、要はこの戸籍制度の破壊につながるんじゃないのか、そういうことを考えてるんですか知事もっていう、なんか、まあ、そこまで突っ込んではいないみたいなんですけども、まあ、その可能性について警鐘を鳴らしたところ、吉村知事は、ね、制度が必要ないとは考えていないっていう、なんかこの、ね、言葉をもんもんってごまかしてるんですよね。うん。ね、だからもうもろそういうやつらなんですよ、やっぱり。で、この選択的夫婦別姓をめぐっては、府議会で、令和元年10月法制化に向けた議論の促進を政府に求める意見書を賛成多数で可決。で、意見書は平成30年2月に公表された内閣府の世論調査結果を引用したが、42.5% の賛成とともに現行の夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用の法制度を創設すべきと。で、回答した 24.4% を条件付きの賛成と解釈していたと。で、西野さんはこの日の質疑で、設問の趣旨を踏まえても、正確ではなく、24.4% は反対に捉えるべき、あたかも賛成多数のように歪曲されていると指摘していたと。だからまあこれどう考えてもね、もうこれだっていろんなところでいろんな人がね、うん、言ってますけれども、指摘されてね、もうほぼほぼなんだろう、まだこれを言ってるっていうか、どんだけあがいてんだよとね、そんなに、だからもうよっぽど日本社会をこの混乱させたい。うん。だからつまり別姓にすると最低でも当事者間では混乱が起きるっていうことですからね。だからダメなんですよ。うん。だからもう維新はないですね。だからもう吉村さんもないですね。だからもう本性がもう丸見えじゃないですか。ずっとですけど。うん。完全にこのね、徳川の手先ですよ。ね、アウトアウト。うん。だからこれがね、うん。だからどういう奴らが支持しているか、ね、そういうのもこうね、見ていくと、本当危険ですよね。うん。だからまあ、例えば、そのタイミング的にもこの必死に上海電力から話題をこのね、そらそうともしているし、うん。で、しっかりと、うん。なんか戸籍制度破壊も企んでるっていうのもちゃんと見えてるし、うん。ね、事前の制度設計で当事者間の混乱を回避。
ね、当事者間の混乱ありきで、ね、それを避けることができる。わざわざ混乱することを分かってて何仕掛けようとしてんだこいつらは。ね、すごいですよね。もう畳みかけるように正体晒してくるのはこれ何なんですか。ね、うん、もうなんか選挙捨てる気なのかな。あ、なんかよく分かんないですけど、あるいは、ね、元は我々日本国民ほら、ね、この危機感がっていう話も僕もね、このちょいちょいさせていただいてますけど、もうなんかそういう正体隠さなくてもね、どうにでもなるところまで来てるのかなって、うん、どっちかっていうとそっちの方がやばいのかなってちょっと思ったんですけどもね、うん、まあ確実にダメなんで、ね、この人ももう早々に消えてってもらわないと、うん、ね、じゃあね、まあこんなもんはあえて確認取るまでもないんですけども、ね、子供の性の当事者間の混乱回避できる、ね、制度設計云々言ってたじゃないですか。具体的にどうやるんだよ。ね、だからもう維新なんてそういう奴らの集まりですよね。うん、これはダメです。うん、全然ダメです。うん、完全に反日勢、ね、売国奴の巣窟ですよね。うん、だってなんで現行の戸籍法をこういじろうとするのか、ね、この変える必要があるのか、ね、そこはまずね、誰も答えてくんないんですよね。うん、だって何も不具合ないじゃないですか。我々日本生まれ日本育ちの日本国民にとって何の不具合もないですよね。うん、都合が悪いのはどういうやつらでしたっけね。うん、だからそんなことするんだったらね、まずこの通名廃止、こっちが先だよね。うん、いやー、もう馬脚どころじゃないですよね。丸出しだよ、丸出し。うん、もう全然ダメですね。まあ話になんない。だから夫婦別姓がね、子供の性の決め方で混乱を招くとね、自白もしているんで、自分で何喋ってるか分かってんのかな、この人も。ね、そのための制度設計で混乱を回避するって言ってるんですから。え？だって夫婦別姓で新たな問題、もっと言えば憎しみなんかを生んだりしませんか？うん。ね、だから要はね、とある半島のあの国みたいにしたいわけですよ。うん。いや、もう完全にアウトです。ね、ご覧のあなたももうとっくに気づいてると思いますけど、ダメですね。論外ですね。うん、ね、選択的夫婦別姓導入はね、日本の未来将来に甚大なね、支障どころじゃないですね、もう破壊をもたらしますね。うん、日本そのものの破壊って言っても過言じゃないです。うん、選択的っていうこのね、なんかこのなんとなくこのパッと聞いただけでは、うん、まあそうねみたいな、こういうなんかね、言葉にはね、非常に大きな危険性が含まれているんで、ね、うん。選択的ってことは、要は、ざっくり言うと、やりたい人はやればいいってやつですよね。うん。だからこれは安易にね、許して、しかもこれ、法制度化しちゃうと、ね、例えば同性、未成年、まあ、近親とか、あと重婚とか、何でもありの、ね、うん、反日左翼、ね、リベラル天国、そう、だから日本壊したくて仕方がない、反日勢にとって都合のいい、そういう状況をね、うん、生み出そうとしている。そういうことですから、これ言ってる奴らは。うん。ね、そんなんでね、まあこれはこれでもうとんでもないけしからん話なんで、放置するわけにはいきませんけども。ね、それでね、上海電力の件をね、うん、終わらそうとしてるんだったら、あめえぞと。うん、覚悟しとけよ、お前ら。っていうとこですよね。うん。今回は以上でサレでございました。ではまたごきげんよう。